てまいりました。ディーロー・ブラウン非常に厳しい表情、ケアのためにも田端の弱点を探りたいところであります。気合満タンで入ってきました ROD テクニシャンディーロー・ブラウン、気合の入場だ。かなり気合が入っているこのディーロー・ブラウン、臨戦態勢は整いました。久々に聞くこの川田のテーマ、ファンは川田コールでお迎えが今入った。デンデラスケ川田俊明、川田一般の人を行います。ワーコーナー200回ライブバンドディーロー・ブラウン、さあまずディーロー・ブラウンがコールされ、両手を広げた川田さあ、さあ黄色い紙テープが舞った、この多さ期待の表れなのか、川田俊明。さて小佐野さん、はい、川田久々このリング上、全日本のリングなんですがね。そうですね、去年の7月26日 の、はい、あの代々木以来ですよね、本当にもう1年経ちましたよね。そうですね、ファンの反応はなかなか良かったんじゃありませんか。川田コールが起きましたね。やっぱりね、全日本プロレスのね、ずっと見続けてるファンはね、はい、川田俊明、大好きですよね。そうですね、さあどんな川田を今回見せてくれるのか。さまざまなリングを経験した川田、そして迎え撃つディーロー・ブラウン ROD、 その三冠ヘビー級チャンピオン、太陽ケアのためにも何か掴んでおきたいところです。気合が入るディーロー・ブラウン、さあロックアップから始まるバックを伺う川田俊明であります。さまざまなリング、新日本、そしてハッスル、さまざまなリングも経験しました。ドラゴンドアへも上がりました、この川田俊明であります。足を払っていく内垣から、さあレッグロック、レッグシザース、今度は逆十字に移行しようとするディーローに対しまして体を寄せていきます川田俊明。まずはじっくりと攻め込んでいくディーロー、そして川田、この攻防はどうでしょうか。腕外れるか。でもね、川田も最近はそのハッスルのね、あのモンスター系としてのね、ファイトが多いですからね、あのこのコスチュームっていうのだけでもなんか懐かしさを感じますよね。そんな感じですよね、しかしやはりこのコスチュームが似合いますね、この男には ね、 そうですね。で、まあ、いろんなタイミングの問題もありましてね、はい、その全日本になかなかね、1年空白があったんですけども、はい、去年の10月ぐらいですかね、はい、ちょっと取材で川田のインタビューしたんですが、その時もねやはり、心は全日本にあるんで、チャンスがあれば全日本プロレスに上がってみたいっていうことは言ってたんですよね。そうですか、ということは正式オファーがあったときはやはり嬉しさというのはあったわけですかね。と思いますよね、しかもね、その、チャンピオンになったケアがね、指名してくれたっていうのはね、やっぱり全日本で頑張ってきた証でもありますよね、はい、そうですね、まあ、かつて川田がチャンピオンの時のケアというのはまだ少し今と比べるとですね、おっと弓矢がためボーアンドアロー、さあここはどうか、じっくりと攻め込んでいきます川田俊明であります。ここはどうでしょうか、相手の背骨をきしませております。弓矢がためボーアンドアローバックブリーカー、すごい安定してますよね。そうですね、非常に安定感が、そしてここはどうか、カウント、カウントは2カウント、そして足を畳んでいきます。なんかじっくりじっくりとね、久々の全日本マットの感触をね、なんかこう確かめてるような感じしますね。そうですね、さあその川田、後ろからの攻撃、腕を取りました、腕を取って今度は首を取りに行く、右の腕は相手の首を、そして今度はおっとディーローがこれを切り返していきますが、ロープサイドです。ロープサイド、何か一つ一つ確かめているようにも見えるんですが、大佐野さんどうですか、はい、そのあたりは。そうですね、まあ、本当に上がるリングによってね、そのリングってやっぱ違いますからね、
やっぱり川田もそのケア戦というものも意識しつつ、はい、その全日本の久々のリングの感触を、確かめる&楽しんでいるという感じがしますよね。今度は立場が変わりました。両国ではこの川田がチャレンジャー、チャンピオンが太陽ケア、以前とは逆のシチュエーションであります。でまあ本当にね、ケアにとってはこの川田というのはね、どうしてもね避けて通れない男ですよ ね、 そうですね。やっぱり三冠王者イコール川田というね、はい、全日本イコール川田という時代が長かったですからね。そうですよ ね、 ね、まあ、三冠の記録というのはこの川田の10回まだ破られておりませんからね。そうですね。さあ逆水平放っていきました川田と千秋。さあこれは川田、そしてディーラもここは負けていない。逆水平のオンパレード、さあアクセのシャワーが飛び散っている。逆水平だ逆水平。さあディーラも気合い入れて逆水平。さあ川田の胸元も赤く染まってまいりました。さあ今度エルボーの打ち合いだ。エルボーの打ち合い、あーリンキックを見せました川田と千秋。思わずモンドリ打って場外に転落はディーラブラウンであります。打撃戦では川田が去った、そしてその川田が場外に降りまして、ここはどうか、おっと右の張り手一発。さあカメラマンにどけと指示をしまして、さあうわー鉄柵、ものすごい音がしました、ものすごい音。そしておっとフロントキック、川田のキックが炸裂。これはカウンターを取った。そして今度はどうするんだ、おさらには北側の鉄柵に向けてヒーロー。そして今度はどうか、いや追いません、深追いはしない、冷静ですね川田。そうですね、本当に今日はじっくりじっくり行こうという感じが見えますよね。そうですね。さあそして今度はおっとフロント、エプロンサイドのディーロに対してフロントキック、おっともう食わずモンドリ打って、お本部席のその上、本部席をもう崩してしまいました。ディーロも100キロを超えているだけにその巨体が、あもう本部席、林ドクターも、そしてあもうカラリングアナも、ね、かなりダメージ受けてますよ ね、 すね。関係各位もそのままひっくり返されてしまいました。さあようやくディーローが今片膝立てまして立ち上がることができますか。ちょっとこれ不意をつかれましたか。そうですね、やっぱり川田に、ね、こうじっくり構えられるとね、相手は辛いですよね。なるほどね。さあ逆水平だ、強烈な逆水平、もう一発持っていく。そして今度はおっと左右の蹴り、右のローキック、右のローキック、さらにはさあスピンキック。さあ川田の動きが、川田の動きだ、持ち上がる、さらには川田、さあいや思い切って、いやしかしディーロも負けていない、ディーロも負けない、意地がある、ディーロにも意地があります。ローキックを放つサミングだ、ラリアット、そして抑えます。川田がやや表情を曇らせましたが、ここは今度は対角線、ディーローがさあ突っ込むか、ディーローが突っ込む、さらには投げていく、そしてラリアット、ディーロー独特のラリアットです。そして抑えます。カバーの体勢はどうか、カウントは2カウント、カウント2です、カウント2。ディーローも気合こもってますね、こもってますね、打ったディーローも少し痛がりました。さらには逆水平捉えています。川田ここも打ち合いとなっている、激しい打ち合い、逆水平の打ち合い、チーンという、あその音がこの後楽のホールも届いて、さあディーローが思い切って、あっと逆に今度はどうだ、デンタルスキャー、あーっとバックドロップ体勢、これはこらえている、反身の体勢こらえます。ディーローも知っています、この川田のバックドロップよく知っている、なんとか反身の体勢でこれを抑えました。まあ本当にね、かつては連日のようにね、戦ってましたからね、そうですよね、分かってますよね、お互いのうちね、膝が入ります、膝蹴り3連発、サミングです。こういった細かい技、さらにはここはどうか、後方への投げを見せるバックドロップ
さあ一瞬動きが止まったか。さあここはディーローが背後から、さあここはおっとストレッチプラムに入るのか。そうですね、起きて破り、起きて破りのストレッチプラム、相手の得意技、これは心理戦にもなります。さあ絞り上げていく長野さん、はい、自らの必殺技ということはどうなんでしょう。この出し方もやっぱり熟知してるわけですか。そうですね、あのこのシリーズね、ディーロ結構川田を意識した、ね、技を使ってますからね、使ってますよね、さあそのディーロ、まずは心理戦出てまいりました。ここからディーロがどう畳み込んでいくんでしょうか。さあ再びバックを取る。さあここはジャーマンが狙うのか。ここはなんとかこらえています。腰を落として川田、背後からの攻撃、さらにバックを取る、バックを取ってどうだ、ジャンピングハイキックにオーバーヘッドキック気味に入りました。さあさらには川田が距離を取って、さあこれが川田、この動きが川田の動きだ。さらにはそうブレンバスターだ、ブレンバスターに出ます。さらにはキック、重い重いキックで先ほどの返し、本家のストレッチプラム、さあストレッチプラムに入るぞ、絞り上げるぞ、絞り上げるぞ、川田が腰を落とした、川田が腰を落としました。この全日本のマットで再び戻ってきました川田、そして抑えます、片指の体勢落とし、どうだ、カウンター、しかしカウンター中、カウントは2カウントです。このね、ストレッチプラムって結構かける方もね、スタミナを消耗するらしいんですよね。そういうふうに川田言ってましたね。ああなるほどね。だからあの見よう見まねで自分に仕掛けてくるやついるけど、あの逆にスタミナを消耗するんじゃないかというふうに言ってましたけどね。そうですか、そういう技があのストレッチプラムだそうです。おっとデンジャラスキックをねブロックしましたね。そうですね、そしてうまく下から丸め込んだ、どうだ、カウントは2カウントは2カウント、10分経過です。今10分経過、さあディーローがラリアット攻撃、それを右の蹴りでジャンピングハイキック、つま先でしょうか、今つま先ですか、いや足の甲綺麗に入りましたか。さあこれはチャンス、これはチャンス、さあはブレンバスターだ、ブレンバスター、さあ垂直落下気味に落としていった、片指どうだ、ディーローも粘りを見せます。やはり何かをケアに伝授したいという思いもあるでしょうからね。そうですね、まあ、プラスやっぱり勝ちたいというのはありますよね。そうですね、はい、さあここで実績を作りたいこのディーロー・ブラウン、右のエルボー、左右の出た出た、カバダのエルボーだ、左右のエルボー、トキックで下がれ、右だ、デンジャラスキックですね、デンジャラスキックだ、ゆっくり抑えたカバダがカウント3つを数える。さあまず伺いましょう、長野さん、はい、久々に見ましたこの全日本での川田のファイトはどう映りましたか。あの非常に落ち着いてましたし、無駄がないですよね、最後も要はワンツーエルボーですよね、左右を決めて、ロープに走らずにいきなりデンジャラスキック行きましたよ ね、あとねちょっとブロックの必要なかったですよね。なるほど、完璧な勝利ですね。あちょっと待ってください、太陽ケアが来ましたね、エプロン上に太陽ケアが来ました。勝負決まった瞬間に今エプロンからリングの中に入ります、太陽ケア、両雄ディーローは敗れてしまいました。さあ歩み寄る利用者、チャンピオンの太陽ケア、チャレンジャーの川田俊明、背を向けたのはチャレンジャーです。まあ、ここで握手しないのが川田の流儀ですよね。なるほど、両目に向け早くも戦いは始まっています。この一戦をケアはどう映りましたかね、思いましたかね。そうですね、やっぱりケアとしては川田がどう変わっているか、もしかしたら全日本の匂いがもうなくなってしまってるんじゃないかという不安もあったと思うんですよね、多分今日の川田は、はい、いい意味でですね、はい、あのケアにとって、はい、理想的なというかね、思った通り描いたイメージの川田でいてくれたというのがあるんじゃないですかね。なるほどね、また一つこの太陽ケアの頭の中には両国に向けての作戦がまた一つできたのかもしれないですね。まあ、作戦というよりはもうモチベーションがガッと上がったんじゃないですかね。あなるほど ね、リードを残念ながら敗れました。それを見届けたチャンピオンの太陽ケア、今何を持っているか、
さらに一つ気合が入ったかと思います。両国に向けてチャンピオンも気合十分。